もちろんコピーもできる。皆さん行ったことがありますか？白樺高原。
蓼科高原、車山高原のふもとにあります茅野市、小島市、宗沢、北山三地区の、若い者たちで作っている山友会と申します。これからしばらくお時間いただきますのでよろしくお願いいたします。よ、昨年、私たちの、住んでいる諏訪平で、諏訪大社、上社御柱祭が、取り行われました。御柱祭というのはですね、4月5月里引き、山出し里引きというものがありまして6日間、お祭りがあります。で柱を、山の方からですね神社に引くんですが、例えば皆さんにちょっと質問です。小金井公園とかですね多摩湖っていうのを想像できますでしょうか。そのあたりからですねこの諏訪神社に、歩いてくるとおよそ14キロぐらいあるみたいなんですが、そのおよそ14キロを、6日間にわたって、7.5トンぐらいのですね柱、直径1メーター目通り3メータークラスのですね、19メートルぐらいになりますか、大きな大木を、1000人から3000人の氏子が、滑車なし人力のみで運びます。6日間、ずっとですね昼間、人だけの力で動かしますので、皆さん、想像していただきたいんですが、一人一人がですね5キロから3キロの重りをつけて毎日歩きます。これ大変な労働なんですけれども、まあ、労働って言ってしまうといけないんですが、まあそういった歩きますので、途中途中ですね元気をつけなきゃいけないです。で元気をつけなきゃいけないときに元気を与えるのが私たち、ラッパ隊の力になります。で柱が動くときにですねきっかけがないと、まあ、おみこしも多分声をかけ合ってみんなの気持ちを一つにして、担がれるんだと思うんですけれども、御柱もですねみんなの気持ちが一つにならないとやっぱりそんな思いでも動きません。木を引く綱は200メートルに及びますので、200メートルの0から200のところの人たちが気持ちを一つになるにはなかなか大変なんです。それをですね、気合という人たちの掛け声でまず気持ちを一つにしてラッパ隊の後押しで、力を合わせて引っ張ります。で今白いハッピーではなくて青いハッピーの人たちがここにいます。この方たちはですね当日は柱をコントロールするけど結構の係の人たちでですね今こうやって優しくしていますけども、当日の目方はおっかない顔してですね、力入れがたい存在になってます。今日はですね私たちのために力を貸してくれるんで、優しい顔してます。でじゃあちょっと気合を聞いてみたいと思いますので、どんな形かちょっと気合だけ聞いてみてください。神田さんお願いします。
昔の旅行中ね、今の三段というあれに、
2回で皆さんできたんで、ちょっと更新曲っていうのがあります。それちょっとやってみたいんで、ちょっと長めになりますか、お願いします。ちなみに説明不足だったんですけど、ラッパってピストンはないんです。トランペットとは違うんです。トランペットとは違うピストンがないんですけど、みんな口の角度で音変えてるんで、それもちょっと見てあげてください。一生懸命頑張ってるんで、じゃあやりますよ。はい、昭和大社。